アメリカ大陸の大らかさ、ずっと彼らがここで生きてきた、その器の大きさと島国でキチキチと生きてきた、あ、やっぱりなんかすごいなと思って、この大らかさっていうのはなんかホッとするなって思った瞬間があったんで。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。江藤先生、はい、私の友人が、時間を守らない人にこうイライラして、どうして守ってくれないのっていうふうに悩みを抱えているんですけれども、江藤先生、何かアドバイスいただけますでしょうか？そっか。まあ、時間を守らない人っていうのは、はい、絶対全てにおいて守らないかっていうと、うん、例えばその時間に行かないと試験が落ちるって思ったら、はい、多分人って時間をきっちり守るわけなんで、はい、まあ、全ての人にそうしてるわけではないと思うんでね、もしかしたらきっと許してもらえるだろうっていうね、甘えの気持ちが向こうにあるのかもしれないよね。なるほど、はい、うん、こういう話をすると、じゃあ軽く見てるの私のことって、うん、もしかしたらその友人は思ってしまうかもしれないけども、はい、でも、あ、それぐらい私はこう許してくれる人なんだなと思ってもらってるって思う見方もあるし、馬鹿にされてるって見方もあるし、この世界って一つの出来事、事実に対して遅れてくるっていう出来事に対してイライラするのか、まあ、おおらかに、あ、それだけ私は馬鹿にされてるのと思うのか、まあ、許してもらえるぐらい甘えてるんだなと思うのか、まあ、全然見方によって世界って全然違ってくる。そうですね、うん、ただね、きっとそういう時間をきちっと守ってほしいっていう人はすごく真面目な人なんだと思うね。自分自身が、時間をきっちり守る人なんだろうと思うんだよね、はい、だから自分がきっちり守ってれば守ってる分だけ守ってくれない人に対して、ね、何をっていう気持ちになるのかもしれないね、時間をしっかり守ってる人にとってはね、ただね、心理学者カール・グスタフ・ユングっていう人がこう言ってるんだよね、はい、うん、あの、人間はこう、例えばきっちり時間を守るべき、守らねばならないと思ってる、その社会的に外に出してる部分、これをペルソナ、仮面ってつけたんですよね、はい、うん、それと反対にだらしない自分、いい加減にしたい自分、時間にルーズな自分、それをシャドウって言って影の部分として、日頃僕らはそれを外に見せない、きっちりしてる人ほどこのシャドウのだらしないルーズな自分を嫌う傾向があるっていうんですよね。例えば家のことをきっちりやってる奥さん、自分の好きなこととか自分のやりたいことよりも家族を優先して、そうやって一生懸命ペルソナの部分でいい妻を演じてる人ほど、逆に言えばだらしない自分とかやりたいことやってる自分が好きじゃない、はい、そういう、こう、シャドウの影の部分。そういう奥さんほど自由にやってる夫とか、自由に好きなことやってる人に、何この人って、ね、自分だけ自由にしてっていうね、苛立ちが強くなるじゃない？本当、相手にも求めてしまうんですね。そうそうそう。自分がきっちりペルソナの部分でやってればやってるほど、影の部分が色濃くなるから、それを露骨に出してる人。例えば並んで電車に乗ろうと思って、ね、いい加減な人は許せないと思ってる人ほど、あなたの態度はどうなんですかっていうね、こう抑配されたら怒りたくなるよね、はいはいはい、だからそういう意味ではユング博士は、実は本当に円満な人格になるためには、多少なりともシャドウを取り入れた方がいい場合もあるっていうんだよね。なるほど、例えば前にカウンセリングに来た人がね、はい、全然その恋が続かないと、恋愛が、その恋愛が続かないって、なぜなんだろうっていうことで相談に来たのね、はい、でその人がすごく面白い夢を見たんだよね。どういう夢だったかっていうと、自分が大好きな男の人が好きな人ができたんだっていうんでね、はい、相当綺麗できっちりしててちゃんとやってる人なんだろうと思ったら、あの子って指さした女の人が意外とこう服なんか普段着だし、割とこう部屋なんかもあんまり片付けてる感じがしなくて、髪なんかも結構ボサボサで、そしてなんか時間に対してもルーズそう、そういう部分を見て、あの子たまらないんだよねって言ってる夢を彼女が見た。はい、で僕はそういう意味ではその、あ、無意識理論を思い出して、はい、
夢のね、うん、もしかしたらその彼氏があの子が好きなんだっていうのは君が取り残してるものかもしれないから、そのシャドウをちょっと取り入れてみたらいいんじゃないって言って、だから逆に言えば彼女はカウンセリング中もいつも綺麗な服を着てるし、はい、そうやってきっちりきっちりしたい時間もきっちり来られるし、そしてあもう先生お時間ですねって、あ別に構いません、いやもう時間ですからっていうことで向こうの方がすごく気を使ってくださる、はい、だからこの人はすごくきっちりされてるし服も本当にきっちりされてるというのを見た時に、もしかしたらその彼氏があの子が好きなんだよねっていうのは全くシャドウ影の部分で、割とだらしなくて時間にもルーズで服装も日頃自由で、彼氏とレストラン行く時にも普段着で行く、そういうのを見てね私考えられないと、もっと綺麗でもっときっちりした人を彼氏が選ぶと思ったら夢の中とはいえ考えられないって話をしたのね。でも僕はすごくそれが無意識からの警告のような気がして、うん、ちょっとそのだらしない部分を取り入れてみてごらんっていう話をして、そういうカウンセリングを続けたことがあって、うん、もう彼女はすごい最初はすごい抵抗感いっぱい、はい、でも徐々に変わってきたのは、うん、その彼氏との関係じゃなくて会社の後輩ちゃんからある時こう言われたんですって、うん、先輩何かありました、えどうして、なんかすごく柔らかくなってきたから、例えば後輩ちゃんが失敗する、まああるんじゃない、大丈夫大丈夫とか、あ遅れもいいわよっていう風にやっていったら、後輩ちゃんたちからすごくなんか変わられましたよね、うん、そのうちに彼氏との関係もなんかイライラしなくなってきたら、うん、彼氏が逆に結婚を考えてるみたいなことを言われ始めて、それでうまくいったってケースがあるんだよね。すごい、うん、シャドウを取り入れるってすごいですね。そうそう、だからもしかしたらきっちりやることが、うん、今まで恋愛がうまくいかなかった彼氏がみんな疲れ果てて、はい、レストラン行く時ももしかしたらその彼氏に対しても服装ダメ出してたのかもしれないし、時間が遅れてきたらもうって思ったのかもしれないよね。でもね僕もなるべくこう時間はきちっと守ろうとは思ってるけど、はい、やっぱ遅れてきてしまう時に本当にすごく謝るんでね、本当にごめんねって言った時に、はい、全然気になさないでくださいっていうのと、あ大丈夫ですってこう一瞬ちょっと素が出ちゃってますよ ねみたいな、大丈夫っていうのも、はい、そういう意味ではこの人はきちっとされてるな、でもね、はい、全然気になさないください、私全然待ってましたからって言われると、これ偏方性の心理って言って、偏方性、うん、やっぱ遅れてきたっていうことはちょっと負い目があるよね、はい、その時にちょっと顔に出されると、あこの人はきちっとなさってると思うけども、その人に負い目あんまり感じない、でも全然先生気になさないでくださいって言って許してもらうと、ついついやっぱりね、偏方性って言って、例えば分かりやすい事例で言うと、うん、バレンタインデーにプレゼントをもらうと、うん、やっぱどっかで、あホワイトデー返さなきゃなっていう気持ちになるね。人に誰かに親切されたら今度は僕が何かしてあげようって気持ちになるね、うん、そういう時にどうせやるなら気持ちよく、あ全然気になさないでくださいって言われてしまうと、うん、逆にその人が先生ちょっとお願いがあるんですって、あ、うん、僕でできることならばっていう負い目をちょっと作ってあげた方が、はい、実はうまくいくっていうこと、その時に時間を守るべきでしょ、うん、こういうのはちゃんとしてもらわないとっていうのは間違ってはないんだけど、うん、それが実はその子の優しさだとか可能性をとか人に対する印象を決めるとしたら、やっぱり僕はちょっとおおらかな方がいいのかなっていうね、うん、確かにおっしゃる通り時間を守るべきですよね、その通りなんだけど、うん、でもそうやってそのおおらかさが人間の器っていうか、例えば時間に遅れられた時に、うん、僕の場合ね、その人が遅れられた時に、はい、ああ大丈夫大丈夫、ね、ってあのぼーっとしてたからって、あちょっと読みたかった本もあったしねって大らかさを出した方が器の大きさって感じるんじゃないかなって、うん、僕はあの時間をきっちり守るべきだっていう人って予定調和をすごく大事にする、うん、例えば時間通り仕事をする、時間通り人に会う、はい、時間通りこうする、うん、それって確かに仕事ができるのかもしれないけど、僕本当に仕事できる人っていうのは予定調和が崩された時にどう反応できるか、はい、例えば資料が届かなかった時、会議の準備ができてない時、いざネット配信で映像が止まった時にゆとりを持って対処できる人と、あありえないありえないありえないって、どうしてどうしてって怒ってる人と、どっちの方が器が大きく思うかっていうと、人間ってその思うようにならない時に一番器を大きさを感じるんで、そうですね、僕はそういう時こそおおらかに振る舞った方が
人間ってそうやって偏方性の心理と相手に負い目を与えて、それでもっとメリットがある、それをきっちりってやりすぎて、自分までぎゅうぎゅうにきっちりしなきゃって、一生懸命自分がやればやるほど、カレン・ホルナイっていう人が、人間って自分が時間をきっちり守ってる人ほど守らない人を許さない、要するに自分を愛せる程度しか他人を愛せない、うん、っていうことは、自分の弱さとかダメさを許せない人は他人にも完璧を求める、それが夫に対してとか、うん、子供に対してとか、恋人に対してとか、はい、また後輩ちゃんたちに対して、もしかしたらすごく厳しく出ちゃってるとなったら、予定帳を壊されても、うん、楽しめるっていう人の方が多分余裕を感じさせるだろうし、うん、僕はアメリカインディアンの人たちと生活した時に、はい、あのインディアンタイムっていうのがあってね、うん、彼らよく待ち合わせ時間なんて遅れてくるのよ。だから最初はすごく嫌だった、もうってなんていい加減なんだって、うん、でもね、逆に遅れていった時に、はい、全然顔色一つ変えないで、大丈夫だって1時間ぐらい遅れていったんですよ、ね、でもね、大丈夫大丈夫、トラックの時代でぼーっとね本読んでたからって言って、本当にキラキラって笑った瞬間に、うん、アメリカ大陸のおおらかさ、ずっと彼らがここで生きてきた、その器の大きさと、島国でキチキチと生きてきたあ、やっぱりなんかすごいなと思って、うん、このおおらかさっていうのはなんかホッとするなって思った瞬間があったんで、うん、あのお友達すごくきっちりなさってらっしゃる、素晴らしいけれども、はい、ちょっとそういうところをゆとりを持った方が人生楽しく過ごせるのかなと思いました。そうですね、なんか相手にそうやって責めたり求めてる時って、そういう時こそ自分の心を見つめる時なんだなっていうふうに思いますね。そうね、うん、だからそういう意味では、ちょっとだらしなさとかいい加減さ、ユングの言うように取り入れてみたら、本当はそこですごく器が大きくなるっていうこともあるんで、はい、ちょっとそういう意味では最近イライラしてるなとか、きっちりしてなんか自分が自分で追い込んでしまってる人は、はい、そういうシャドウを取り入れてみるっていうのも大切かもしれないね。はい、大切なお話ありがとうございます、うん、友達にもそうやってアドバイスしてあげてください。はい、させていただきます、はい、ありがとうございます、うん、江藤先生、今日も素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。そして江藤先生、あの今回 LINE 公式アカウントができたんですよね。そうなんですよ、待ちに待っていました、うん、もしこの機会良ければ、はい、LINE 公式アカウントに概要欄に載せてますから、うん、そこから入っていただいて申し込んでいただければ、はい、4日間のもうこれを聞けば、ね、人間関係が爆上がりするっていうね、はい、集中短期プログラムを無料でプレゼントしたいと思ってますんで、うん、ぜひともね、LINE 公式アカウントを登録してみてください、はい、毎日毎日送られます。これは YouTube にも僕の講座の中にも載っていない、これだけ分かっておけば人間関係は絶対うまくいくっていうのを載せてますんで、ぜひとも楽しみに登録してみてください。はい、概要欄ご覧ください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。